ケーブルテレビをご覧の皆さん、こんにちは。今治 CATV の永井さやかです。この番組ではこれまで島並海道に架かる橋やその橋を支える人にフォーカスを当ててご紹介してきましたが、今回のテーマは島並海道のお出かけスポットです。ここ島並海道でしか味わえないスイーツや癒しのアクティビティをご紹介します。まずは博多大島大橋のたもと、海水浴が楽しめる博多ビーチから一押しのアクティビティをご紹介します。日本最大級のイルカふれあい施設、しまなみドルフィンハーブから癒しの時間をご紹介していきたいと思います。ご紹介いただくのは上皇さんです。よろしくお願いいたします。お願いします。上皇さん、早速ですが後ろのイルカプール、もう可愛い顔が覗いてるんですが、こちらにはどういったイルカがいるんですか？はい、今、ドルフィンファームしまなみにはバンドイルカという種類のイルカさんたちが6頭います。バンドイルカという種類のイルカさんたちはとても人懐っこくて賢いのが特徴的です。で、今年の6月に1歳になった赤ちゃんイルカがいるんですけども、ニコくんって言います。今お母さんのつぼみちゃんと一緒に泳いでいるので、よかったら見てみてください。並んで泳ぐ親子のイルカも可愛いですね。ドルフィンファームしまなみではイルカを見るだけではないんです。水に浸からずイルカにタッチできるふれあいコースや、イルカと同じ生けすに入って一緒に泳ぐスイムコースでイルカたちと一緒に過ごすことができるんです。親子イルカのコースは10月末までの限定コースですよ。今回私はふれあいコースを体験しました。胴長靴を履いて準備万端です。ふれあいコースではまず最初にトレーナーさんからレクチャーを受けます。担当してくださるのは飼育係の吉野さんです。ではゆっくり返してみてください。はい、すごい。わ、近い。私と一緒に遊んでくれたのは06くん。優しい垂れ目がチャームポイントです。ご挨拶頑張ります。今日はよろしくお願いします。バイバイ。上手に挨拶してくれた06くんと早速触れ合いタイムです。頑張ります。初めて。もうつるつる。よくお野菜の何かに触り心地似てるって言われます。ナス。あ、正解です。そうです、ナスビって言われます。なのでお家にもしナスビ見つけたらぜひね06くんのこと思い出してあげてください。よろしくお願いします。これは思い出せます。不思議です。背中の手触りはまさにナスでしたが、さて皆さん、06くんのお腹の触り心地、食べ物に例えると何に似ているでしょうか？正解は、頭のナスビとは違ってよくゆで卵に似てるねって言われます。答えはゆで卵。早速皆さん正解しましたか？と思いますので、まずは合図を出していただきたいと思います。次は教わった通りに06くんに合図を送ります。いきます、せーの、振ってください。上手。これ踊ってねという合図です。06くんがとってもキビキビしてます今日は。最高潮、最高潮です。そして06くんから素敵なプレゼントももらっちゃいました。嬉しいよね、嬉しいね。タッチができたら、右のほっぺ出してください。それそのまま笑顔で。それは上手で、めっちゃいいしてる。かわいい。ではここで、これのそこにご飯をね、1個あげてもらいたいと思います。そのままポロッと。はい、ありがとうございます。実はドロロックプライボーイなイルカさんなので、このドロフィンファームでは一番注意が優しくできます。最高です。プレイボーイな06くんとの触れ合いタイムはまだまだこれから。私の手拍子でくるくる回ったり、
両手で握手をしたり、この日ゼロ六くんは絶好調、しっかり心が通じ合いました。目がめっちゃ可愛い。そして遊びの他にも私がとっても楽しかったこと、それはイルカと毎日一緒に過ごしているトレーナーさんからイルカの生態についてお話を聞けたことです。ヒレの構造の不思議やイルカの視力、オスとメスの見分け方など知らなかったことばかり、ますますイルカに興味が湧いてきました。子どもたちは夏休みの自由研究にもぴったりかもしれませんよ。ではですね、そろそろゼロ六くんのお別れです。今日は来てくれてありがとうございました。またご参加ください。バイバイ。今日はありがとうございました。楽しかった。すごい可愛い、はい、ぜひ皆さんも触れ合ってください。続いてはこちらグランピングサイトにやってきました。こちら珍しいテントがあるんですよね。そうですね、もうこれが玉ねぎ型のベルテントといって、まあ、日本にもまだそうですね、仕事ぐらいしか ありませんので、大変まあ珍しいテントです。ご家族で泊まっていただける。そうですね、子供さんにやっぱり喜ばれます。オーストラリアのロータス社製ロータスベルテント、広さはなんと20平方メートル、最大でダブルベッドを3台並べることができ、ソファーに座ってのんびり広々島時間を過ごすことができます。そしてグランピングということですが、私たち準備してくるものは何かあるんでしょうか。だいたい中に揃ってますので、もう素泊まりっていう感覚で来ていただければ大丈夫です。バーベキューも楽しめるんですよね。はい、バーベキュー要望があれば、食材付きのバーベキューセットも準備ができます。じゃあ私たちはもう安心して手ぶらで来ても大丈夫な環境ですね。そうですね、まあ、前にもイルカがおりますので、はい、イルカを見ながら、はい、キャンプしていただければ、もう皆さんこぞってこれからも来てください。では最後に上皇さん PR をお願いいたします。はい、とっても近い距離でイルカさんを観察することもできますし、この素晴らしい島並み海道の景色を見ながらキャンプもしていただけます。恋人やご友人ご家族とぜひお越しください。とっても特別な時間を過ごしていただけると思います。皆さんのお越しをお待ちしております。続いては来島海峡サービスエリア。海、島、橋とこれぞ島並海道という風景を堪能できるスポットで、島並海道開通20周年を記念して昨年3月にリニューアルオープンしたばかり。非日常空間がコンセプトの綺麗でおしゃれなサービスエリアです。さてここからは来島海峡サービスエリアを運営されている株式会社瀬戸内しまなみリーディングの副支配人久保田さんと一緒にこのサービスエリア1階をご紹介していきたいと思います。久保田さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。こちらのサービスエリアにはですね、まず内売店、商品はですね約1000種類ご用意しています。充実のお土産コーナーには定番のお菓子や飲み物はもちろん、今 SNS で話題のグッズや愛媛今治伝統の地場産品がずらりと並んでいます。またドリンクなどを販売しているカフェコーナーでは、やっぱりこれ、蛇口からみかんジュース、しっかりとした甘みと程よい酸味、愛媛のみかんジュースです。そして一面ガラス張りの開放感あふれるフードコートでは、郷土料理や地元の海産物を使ったメニューが勢ぞろいです。
フードコートには今治で外せないご当地グルメがもちろんあるんですよね。はい、ご用意しております。今治焼豚卵飯を販売しております。昨年度はですね、こちらが2万6000食販売できました。すごいですね。さすがご当地グルメナンバーワンと言ってもいいですね。そうですね、はい、そしてこのお土産コーナーにももちろんナンバーワンがあるんじゃないでしょうか。はい、もちろんご用意しております。こちらのですね、大三島リモーデラングト社と言います。昨年度発売を始めまして、こちらも10個、20個、30個入りあるんですが、2万1000個販売しております。すごい数の販売数。味がとっても気になるんですが、私も1枚食べてみたいんですが、どうでしょう。ぜひお試しください。それでは早速いただきます。レモンの香りがすごくいいんですけど、ホワイトチョコですか。すごく甘みと香りがマッチしています。こちらのクッキーの方にはですね、大三島さんの無農薬の島レモンを使ったリモンチェッロのリキュールを練り込んでます。パッケージもおしゃれ、サックサクの食感もたまらない。大人気のレモン香るラングドシャ、来島海峡サービスエリアでしか手に入りませんよ。久保田さん、このお土産コーナーにはまだまだおすすめのスイーツがあるんですよね。はい、ご用意しております。こちらなんですが、村上海賊の娘のどら焼きです。こちらはですね、北海道産の小豆を使った小豆あんと、それから瀬戸内レモンあんをご用意しております。瀬戸内のレモンあん、初めて聞きましたが、どんなお味なんでしょうか。ぜひお試しください。早速いただきたいと思います。あんなのにレモン、すごく不思議な感じがします。おいしい。一口目からすっきりとしたレモンの風味が口の中に広がり、しっとりふわふわの生地の甘みとのバランスは絶妙。後味にはレモンピールのほのかな苦みが追いかけてくる、ちょっぴり大人な味は癖になりそう。製造するのは愛媛の老舗和菓子店、薄墨羊羹。歴史のある和菓子店の味と村上海賊しまなみの歴史ロマンの両方を楽しめるこのどら焼き、小説のセリフや表層がデザインされたこだわりのパッケージにも注目です。たくさんの商品をご用意しております。お気に入りの商品を見つけて、ぜひお買い求めください。絶景のサービスエリア2階です。昨年3月のリニューアルを経て、新たに癒しの空間が誕生したんですよね。そうなんです。2階にはですね、リフレッシュルーム、展望室、展望テラスなど、ドライブの疲れを癒すくつろぎ空間をご用意しております。また、展望テラスから眺める景色が最高で、時間、季節、天候によって景色が一変し、いつ訪れても心打たれる景色がご覧いただけます。ベップさんおすすめの絶景を一望できるこの来島海峡サービスエリア、最後に PR をお願いいたします。はい、来島海峡サービスエリアは、しまなみ海道をご利用のお客様の休憩施設としてはもちろん、地元地域の皆様、県内外を含む、お客様の人、物、文化の交流の拠点としてご活用いただければと考えております。では、たくさんの方に訪れてもらいたいですね。はい、そうですね。来島海峡サービスエリアには癒しもグルメも満載です。しまなみ海道巡りには絶対外せませんよ。皆さん、ぜひお越しください。いかがでしたか。しまなみ海道にはまだまだご紹介しきれない魅力的なスポットがたくさんあります。皆さん、ぜひしまなみ海道でグルメやアクティビティを満喫してみてください。そして、海風を肌で感じ、澄んだ空気を胸いっぱいに吸い込んでリフレッシュしてください。絶対にしまなみ海道が好きになっちゃいますよ。